士の佐山です。今日は犬の体温について、皆さんに、ちょっと豆知識を、お知らせしたいと思います。では早速ですがクイズです。犬の体温はどこで測るでしょう。丸1、お耳。丸2、脇の下。丸3、よいしょ、お尻。皆さんどこだと思いますか。正解はお尻です。ではこれから体温を測ってみましょう。はい、ではじゃあお尻で体温を測ってみました。じゃあピーピーピーと音が聞こえたので見てみたいと思います。はい、犬の体温どっちだと思いますか。正解はこっちです。犬は38度から、9度ぐらいが平熱と言われています。抱っこすると暖かいと思いますので、暖かくて正解になります。こんな体験をオープンキャンパスでやっていますので、ぜひ皆さん来てください。待ってます。